森本和義は、日本の政治家、元衆議院議員、三重県桑名市出身。春日市立高か小学校、春日市立高か中学校、愛知県立朝日川高等学校、東京大学農学部農業経済学科卒業。1989年、東海銀行に入校し、1994年まで勤務した。同年8月、 大倉省に勤務していた高校、大学の先輩である古川元久の誘いを受け銀行を辞め、ボランティアで政治活動を続けた。1996年の第41回衆議院議員総選挙で古川が初当選してからは公設秘書等を務める。2000年7月から東海総合研究所に入社し、2004年3月まで同研究所に勤務。 2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙に愛知1国区から民主党公認で出馬。自由民主党現職の山本明彦に敗れ、落選。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙に愛知1国区から出馬。前回敗れた山本を下し、初当選。2011年8月。 同年9月の民主党代表選挙を見据え、民主党内の1年生議員で、石杖会を結成し、同会幹事長に就任した。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に、愛知中国から出馬。自民党新人の根本幸則に敗れ、比例復活もならず落選。2014年11月18日、 民主党の愛知ロック総支部長に就任。春日市、藤川町に移住。同年12月14日の第47回衆議院議員総選挙では、現職の庭秀樹に辞典で敗れ、比例復活ならず落選。2017年の第48回衆議院議員総選挙に、愛知ロックから希望の投稿人で出馬するも落選。 その後、希望の党が分党した際は、国民民主党に参加した。2020年9月15日、旧立憲民主党と旧国民民主党が合流した、立憲民主党の決闘に参加。同年9月25日、立憲民主党愛知県連は、旧立憲民主党の愛知ッ区総支部長に就任していた松台佐夫との候補者調整で、森本を愛知7区へ国替えすると発表した。 ありがとうございます。